主と主の言葉に頼るのが楽しい。主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を。主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。清くなしたも、血潮と落し、今死にくぐらば清めらるべし。ひたすらただ主に頼る我が身を。主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。地につく宝を包むは安し、命の小道をたどるになれば、ひたすらただ主に頼る我が身を。主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。ただ主に頼りて暮らすは楽しい。彼方の国まで導きたまわ。ひたすらただ主に頼る我が身を。主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。それではマタイによる福音書の、6章、マタイの福音書6章、マタイの福音書6章の27節から34節、マタイの福音書6章を27節から34節を読みたいと思います。マタイの福音書6章ですね。6章の、はい、そこですね、さっきのところですね。6章の27節から最後まで読みたいと思います。はい。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ着物のことで心配するのですか？布よりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。もし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の花さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。ということで、
野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ということで、まあ着飾るってね、ファッションショーじゃないですけども、まあ王様ですね。ソロモン王っていうのはこのユダヤ民族が王朝を成して、ソロモンの前がダビデですね。ダビデ、ソロモンの時代ってのは一番この経済的には隆盛を極めた時代ですけども、そこから慢心が始まって誠の神に従っていくはずの民族が、まあ、誠の神でないもの偶像をこっそりと拝む、だんだんと元になって拝むということになっていく。そしてその、まあ、生き方の姿勢が、まあ、神様に目を留めて生きていたならば、まあ、自己中心ではない、まあ神を信じてても自己中心な神の信じ方っていうのはね、昨今でもありまして、まあロシアのプーチン大統領は、まあいわばキリスト教を盾にして、自分たちは正しいで、アメリカの方もキリスト教ということを盾にして自分たちの正当性、そういう信仰のあり方ってやっぱおかしいですよね。ソロモンもそういうところがあったんでしょうか。誠の神を信じてるから俺たちはこんなに繁栄したということで、ソロモンの神殿を建て、そして神様を礼拝する場所として神殿を建てて奉献した、ね、これは一つの自慰行為でもあって、だから神様はそういうこともまあお許しになるっていうか、誠の神を信じて生きるというのは実体のないもんじゃなくって実体のあるもんなんですよということを、やっぱり人間は弱いですから、武士は食われの高いおじということを別に神様強要されるんじゃなくって、誠の神様を信じて生きるものが経済的にも守られるとか繁栄するっていうことは、まあ、十分あるわけで、私たちはそれをまあ体験して生きてるわけですよね。でしかし新約聖書には、まあその衣食が足りればそれで満足しなさいという御言葉もあるし、そのどん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 富支え抱える、経済的に富支えるということが神に祝福されるてる仕事印、たくさん金が入れば入るほど神の祝福を受けてるということではないということも教えられるところですよね。このソロモンでさえっていうことに、ソロモンが引き合いに出されてるっていうことは、そういうことをどうしても考えざるを得ないわけですが、まあ経済的な繁栄が神の祝福の印ということが言えるとしたら、ソロモンが一番祝福された王であったわけですけども、ソロモンの時代に、その経済的繁栄ゆえに傲慢あるいは堕落ということの種がすでにまかれていた。ですからソロモン王の次の世代、そして次の世代っていうことは堕落していく。でしかも自分たちの親はソロモンであった、じいちゃんはソロモンであったということで、まあもっと始末に負えない感じですよね。俺たちの先祖は偉かった花高だかっていうようなね、より始末に負えないような感じの傲慢さということ、そういうのを神様は旧約聖書を読むと歴史の経緯の中で、まあ、徹底的にまあ叩かれた、まあ、神が叩いたっていうよりも、そういう生き方をしてればそういうことになりますよということであって、まあ、日本も十分に気をつけないといけないなということでありますけども、イエス様は野の、まあ、ここでは百合を見なさいと訳されていますけども、まあ、花ということみたいですね。私は1992年イスラエル旅行に行かせていただきましたけども、たくさんの花が咲いてました。アネモネみたいな感じの花ですね、うん、聖書で野の百合を見なさいとここで訳されている言葉は、まあ、この花じゃないかっていうのを現地のガイドさんがね言ってましたけど、まあ、アネモネの一種で色とりどりなのがありました。ちょうど咲き誇ってる頃で4月5月頃に行ったんですね。ですからガリラヤ湖
藩に降りていって、八重の祝福、イエス様が三条の水君、ね、八つの祝福、だから八角形のお御堂が、そのガリラヤ湖の方から丘みたいになってるところに上がってって、上のところにお御堂が立ってる八つの祝福、ね、三条の水君教会からずっとガリラヤ湖畔に、降りていくわけですよね。草花が生えてる小道の間を、小さい旅行でしたから8人ぐらいの人たちで、そこには当時花房大の師匠こと林さんも一緒にいろいろ話しながらね、ガイドさんと一緒にガリラヤ湖畔に向かって降りていく。本当にこんな贅沢な旅はなかったと思うんですが、そこに咲いてたのはあの黄色い花ですね、ひまわりじゃないやタンポポがたくさん咲いてました。ガリラヤ湖畔に向かってね、タンポポがたくさん咲いてました。あー、日本と同じでこういうところにタンポポがたくさん咲いてるんだ、愛らしい花だなと思いながらね、降りていったのを覚えてますけども、それからローマの時代に建てられた水道橋とかね、そういうところら辺にも花がたくさんあった、そういう季節でしたけども、まあ色とりどりのアネモネのような花が咲いてる野の花、それを見なさい、イエス様は植物を見るとか、そういうことをすごい大事にされたみたいですね。イエス様ご自身は大工ですから、あの木材っていうことはよく知り尽くしておられたでしょうね。こういうものにはこういう木材使う、針にするにはこういう木材、柱にするにはこういう木材、ね、柳のようなものは全然ダメですよ、まあ、柳はあんまり聖書に出てきませんけど、ブドウは材質的にダメだって断じられてますよね。もうブドウの枝なんかは柱とか構造物に使えるようなもんじゃないから燃やされちゃうだけですよって、これはそのあなた方はブドウの実であると、で主はブドウの木、あなた方は枝です、だからブドウの実は枝につながってなかったら養分がいきませんよ。ブドウの枝か、ブドウの枝っていうのは本体につながってなかったらもう全然ダメで、枯れて木材にすらならない、木材にすらならないね、火で焼かれてしまうしかありませんということで、いかにも お父さん大工さん、自分も大工経験がありのイエス様のまあなんていうからしい例えだな。ブドウの枝はね、本体から離れちゃったら使い物にならない、木材にさえなりませんよということを稽古イエス様おっしゃったわけですけども、その花の方をねイエス様着目しなさいよ、それは栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていませんでした。その通りでしょうか。ソロモンが着ている服、今日お召しになってる服、あれ黒柳徹子さんがね、番組出るたびに違う服をあつらえたとかっていう話がありますけども、今日のソロモン大王のお召し物一着、値段つけたらいくらになるでしょうか。多分今すごい大都会のファッションのお店に行ってソロモンが来たのと同じようなものを作って売ったとしたら、それこそ何十万で聞かない、何百万というような値段がつくんじゃないでしょうか。素材にしてもね、それにつけるアクセサリーですよね、帯一つにしてもきっと凝った織り方、衣装ね、かえって昔のものの方が、今は工場でねプリントしたりとか同じものがたくさんコピーしてできちゃいますけど、昔はそういう工業製品ってのはないわけですから、全部手作りなわけですから、それでこんな凝った帯、それから紐一本にしても、今工場で紐が作れる時代に比べてもっと一本の紐に価値があった、ましてや王様の着ている服に使っている紐なんてものは、どんなこう技術の凝らされた、それはそれが染めてあったりね、染めるということが一つの技術ですよ。私のビジネスパートナーが布地を自分で染めてって言っても、まあ彼は化学繊維で染めるわけですが、昔は化学繊維なんて便利なものはないわけですから、
ね、化学繊維で青とこの色を混ぜるとこういうふうに自分の好きな色がいくらでも出せるというのは彼の技術ですけども、化学繊維がない時代にソロモンが着てたような色とりどりのきらびやかやね、しかもまあ今光る君へね、紫式部を元にした、まあ、話を時代劇をやってますけども、あの色のコーディネートですね、これとこれとこれを合わせてっていうようなね、そういうものは映画を極めている、非常に美しい素晴らしい。でも野の花っていうのはそれよりもすごいっていうのがイエスの見解ですよね。この間はあの種の話をいたしましたけど、野の花ってソロモンの服はもう置いといたら朽ちていくだけだけど、花っていうのはあの枯れちゃうね、枯れてしまう。このことはここにも指摘されている通りで、今日はあっても明日は炉に投げ込まれる野の花、今日あっても明日は野に投げ込まれる野の花というふうにね、イエス様が指摘してる。そしてあの詩編の90編をね、先日読んだわけですけど、詩編の90編は人の寿命は70年、健やかであっても80年に過ぎない、まあそういう人間の命の儚さということをね、聖書はずっと言ってるわけだけど、だけど儚いから虚無主義になるかというと、その聖書ではそうではないわけですね。日本人はすぐ虚無の方に走りたがる。だけど誠の神はいるわけだからね。神がいなかったら何やっても結局は枯れる、ね、70年で終わる、どんな長くても80年で終わる、虚無で終わるわけでね。あの誠の神を知ってるモーセでさえもなんか儚いな、虚しいな、どんなに仕事してきたとしてもそれは終わるんだね。そういう嘆き節が神の人モーセの祈りということですね。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれてかれます。詩編の90編、イエス様のこのソロモンの映画ということは、一本の花にも劣るという時に、一本の花の儚さ、これは人間の命の儚さ、営みの儚さを歌った詩編90編ということももちろん下敷きになってイエスは語っているわけですけども、朝はね、花を咲かせているがまた移ろい、夕暮にはしおれて帰る、そういう花を神はこんなに装ってくださってる。だから装うっていうことは、だから意味がないんじゃなくてすごく意味があるわけですよ。コスメでもまた着るものでも、衣装を凝らしてね、自分に似合う素晴らしいね、みんなすっぽんぽんで裸でいればいいっていうわけじゃなくて、人間が服を着るとか着飾るとか化粧するっていうのはとっても素敵なことじゃないです か, だか花なんて種ができて増えたらいいんだから美なんていりませんって思ったら、神様は花をああいうふうには作らないわけでね。やっぱり人間がどんな衣服を作るか物を飾るかっていうのは、自然界っていうのはすごいヒントになってると思いますよね。アネモネの花がいろんな取り合わせで、こんな色で咲いてる、ね、青と赤と紫と並んで咲いてる、美しいな、それを自分の着ているもので表現したいなということで、平安時代のね、十二人絵もできたんじゃないでしょうか。それはやっぱり自然の営みということがないと十二人絵もないとね、どうしても思いますよね。だからそういうこの人間の文化の営み、美をめでる営みってとってとても大事なもので、そうであってもね、人の弱いは70年、あるいは健やかにして八十字に至らんということであるね。しかし神様は、まことにあなたの目には、神様の目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。神様の目っていうのがあるんだっ
ていうのが聖書のものの見方ですよね。で、神様っていうのは詩編の90編の方を見ると、山々が生まれる前から、山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神ですということですね。山々が生まれる前から、だから国破れて山がありということで、社会制度が変わっても支配者が変わっても山ってのは変わりませんっていうふうにね、これは中国のことわざでしょうかね。そういう山も生まれた時があって、造山運動があったんでしょうか、もっと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 も戻った前にはビッグバンがあったんでしょうか、山々が生まれる前から、あなたが地と世界を生み出す前から、あなたは常しえから常しえまであなたは神ですっていうのが聖書の、まあ、指針ですよね。聖書は神がいるかいないかを論じてはいないんですね。まあ、ちょっと論じかかってるところもあるけど、まあ、神はいるんだからそれはいるでしょ。それあなた太陽が高校と照ってるのに、さあ太陽があるかないか論じましょうという愚かな人はいないと同じぐらい、それ神様っていますよね。山々が生まれる前から、あなたが地と世界を生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。で、その神様をあなたと呼ぶ世界があるってことですね。モーセの祈りってのはそういう世界で、山々が生まれる前から、逆にその山々を、世界を生み出すことをした神に向かってあなたと呼べるという、そういう信仰の世界ですね。それが聖書の伝えている誠の神様を信じる、信じて生きる生き方ということで、だからその70年80年に過ぎない人生っていうのはね、夜回りのひとときのようね、朝は花を咲かせてるが、移ろって夕べにはしおれて枯れる、だから虚しい虚無でおしまい、人間は虚無に消えていくというんじゃなくってね、弱いは70年、健やかでも80年、その誇りとするところは老苦と災い、それも早く過ぎ去って私たちは飛び去ってしまうと言いながら、虚無で終わらないのは、山々が生まれる前から、あなたが地と世界を生み出す前から、誠に常しえから常しえまであなたは神です、そういう神様がいらっしゃる、その神様によって私の命も与えられた、ね、その神様のところに私の霊は帰るんだ、ね、体は塵に帰るにしても、そういうこの信仰を、信仰だってなんか一生懸命信じ込むっていうんじゃなくって、人間が自然の中に生きてると自然のリズムっていうのがあるわけでね、太陽が昇ったから起きて活動して、日が沈んだら寝る、だから日が沈んだら寝るって、こんなに文明が発達しても逆にはならないですよね。まあ特殊な仕事があって、人々が寝てる間でも病院は、医療機関は機能が維持されていないといけない、ね、電車は割と遅くまで動いていないといけない、それでも終電ってやつがあってね、深夜の1時2時3時4時電車でさえ動いてないわけで、それが人間の営みですよ。そういうふうに人間の営みっていうのは案外大昔から同じようにね、ある、そういうふうに人間はそういうものに即してね、一生懸命昼間寝て夜活動して、それは特殊な人であって、これは日が照ってる時に活動することは理にかなってるから、そういうような感じで誠の神を信じて生きてるっていう生き方がね、あるということを聖書は書いてるわけですよね。それをしっかりやったらどういうことになるか、あんな風にもこんな風にもなりますよっていうことは書いてるわけですけども、イエス様はそういうものを踏まえて、ね、あなた方はね、心配するな、ね、あなた方のうち誰が心配したからちゅうて自分の命を少しでも延ばせますか、ね、一生懸命心配して人の100倍ぐらい心配して命が1年延びるんだったら、それはいくらでも心配したらよろしいわさ、
そんなことはありません。もう人の千倍心配したって自分の命を少しも伸ばすことはできません。逆に縮むかもしれませんということですよね。心配したって心配し損で、そんなことは論理的に分かってるわって言ったって心配してしまうのは人間ですよね。まあ人間ってそんなもんだから、神様の御言葉を聞く必要があるわけですね。今イエス様は御自ら、あなた方のうち誰が心配したからって自分の命を少しとも伸ばすことできますかというふうにイエス様がおっしゃってくださってる。なぜ着物のことで心配するの、ね、野の花がどうやって育つのかよく考えてみーや、ね、野の花が悪せく働いたり紡いだりしとるか、線でもきれいに装っとるだろうということですよね。今日あっても明日はルンに嘆くまれる野の草さえ、神はこれほどに装っていてくださる、ね、あなた方に言います、あなた方に言います言いますっていうふうにイエス様はおっしゃってるわけですね。主張してるわけですね。あなた方に言っとくけどね、あの栄華を極めたソロモンでさえ、ね、今大富豪、一番世界で一番おしゃれな人は誰か知りませんけども、今世界で一番おしゃれな人はソロモンに勝ってるか勝ってないか知りませんけど、世界一の大おしゃれな人でもこのような花の一騒動にも着飾っていませんでしたっていうイエス様の断言ですよね。うん、大きなものはやっぱり命があるかないかじゃないでしょうか。どんなに着飾っても着飾ること自体にはまあ命はないわけですね。でもやっぱり服飾メーカーに勤めてる人とか一生懸命おしゃれする人の気持ちって大事ですよね。やっぱり美しいものを、素晴らしいものを着ることで自分が元気になる、生き生きと生きるね、なんか気持ちが高ぶってね、元気になる、とっても大事ですよね。なんか命がふーっと与えられるような気持ちがしますよね。そういうおしゃれってとっても大事だと思うけど、でもその花っていうのは一晩で枯れて炉に投げ込まれる、そういうもんだけど、種が残ってで次の花が咲いてくる、これ決定的な違いですよね。それからその植物学者じゃありませんけど、牧野富太郎さんみたいな人が顕微鏡まで作って花を観察したら、まあ細かいところまでどんなに素晴らしくできてるか、それはあの人間の作った布地、ね、布地を織ったもの、すごい細かい細工はあるでしょうけども、植物の気候っていうのはやっぱ衣服よりも細かさとか精緻さという点だけでも上じゃないでしょうか。しかも機能を持ってるわけで、根が養分を吸い取って養分が茎を通って植物全体に行って葉っぱに行って、葉っぱでは光合成が行われてですね、光合成が行われてで花が咲いて花が受粉してね、種ができる、そういう働きがあって、機能性を持ってて、機能性を持っててなおかつ美しいということですね。花は布は衣服はただ美しいだけだけど、花っていうのはそういうすごいこの生きてるという機能を持っててなおかつその精緻さ美しさということは花の方が上というのがイエス様の判定ですから、イエス様の判定はそうだ、ね、ソロモンが着飾ってるのよりも一本の花の一つほど、花の一つ、一本の花の方がソロモンの着飾るより上っていうのがイエス様の価値観ですね。イエス様の目から見るとそういうことやということですね。で、私たちはそういうものに囲まれて生きてるわけで、どんな素晴らしい世界に生きてるか、自分はソロモンのような素晴らしい衣服を買うこともできないし、ね、作ることもできないし、ね、そういう人間だと思ってても、神様どんなに素晴らしい花で私たちをね、囲んでいてくださるか、そこに目を留めることができるんじゃないかとイエス様はいつもいつも言ってくださってる。だから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいということですね。あなた方にそういうものは必要だということ。
ことをね、よく知っていてくださいます。神様はよく知っていてくださいます。だからおしゃれでも何でもすればいいじゃん。するっていうことはとっても大事ですよ。人生に潤いをもたらすね、そういうことですよ。だけど神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられ、明日のための心配が無用、明日のことは明日が心配します。だから着飾っても明日の心配はなくならないっていうことですね。逆に言えば、どんなにソロモンの家に着飾ったから、もうこれだけ着飾ったから心配はありませんということはないわけですね。だけど野の草、野の花ということに着目する生き方、神様が野の花をこんなに装わせてくださるように私のことを顧みてくださるということを信じて信頼してね、生きてる生き方というものはあの心配の模様です。明日のことは明日が心配します。ケセラセラ、苦労はその日に十分十分ありますと。で今日こんだけ心配したくすることがあったから、明日はもっと心配しないといけないんじゃないか、そういう発想をする必要はありません。その日その日に十分あるんだから、明日のことは明日が心配します。これはイエス様の人生訓ですよね。神の国とその義をまず第一に、宗教的な一生ことを一生懸命は、そういう意味じゃないわけですよ、ね、そういう意味ではないんです、ね、そういう意味じゃないんです。教会にたくさん行って、教会にたくさん献金して、教会の奉仕、そういう意味では全くありません、ね、神様に対する謙遜っていうことですよね。私の命を神様が与えてくださった、私の命を神様が与えてくださった、そういう世界に私は生きてる、そういう気持ちですよね。命は神様が与えてくださった、神様の許しの中で私は今楽しんで精一杯生きてるね、そういう神の国ですよ。そういうことが第一でなかったら、そうですね、人との比較ですよね。あの人があれ持ってるから私はもっといいのが欲しい、あの人があの程度のグレードのものを持ってるから私はそれよりもうちょっと上のものを欲しいね、そういう方に人間は走るわけですよね。そういう比較、人との比較、相対性の中に生きてても、あら、神の国をまず大事に求めてる生き方ではないっていうことですよね。神様が私にはどんな素晴らしいことを与えてるかね、ナンバーワンよりオンリーワンの世界で、神様は私にどんな素晴らしいものを与えてくださってるか、隣の人に比べたら劣るかもしれないけど、私には一番素晴らしいものを与えてくださってる、そういう生き方が神の国とその義をまず大事に持っている、そういう生き方ですね。そうすればそれに加えられてこれらのものは全て与えられる。だから今こういうものですけど、将来子供の学費が必要です、もっといい学問を授けてやりたい、キャリアアップするためにはどうしてもこういう能力を身につけたいね、そういうものも添えて与えられる、そういう生き方の人には与えられる。それは論理的に考えてもそう考えやすいですよね。なんかガタ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 心配ばっかりしてる人よりも、いや神様自分にいいものを与えてくれてる、ね、これまでもいいものを与えてくださったって思ってる人は、これからこんなもの必要になるっていうのは、なんか与えられやすいような感じがするじゃないですか。順当な道理ですよ。そういうふうにその神様の前に謙遜な生き方、神様に信頼する生き方、そうすれば必要なものはね、それに加えて全て与えられるということを、この21世紀の今もイエス様は私たちに語りかけてくださっている、そのことを信頼して生きていきたいと思います。以上でございます。